100% インジケーターですね。今 100% を 99% って表示させるようにしました。1日前まで2勝0敗3日前までは3勝0敗6日間で1週間前までは5勝0敗3週間前は13勝0敗でしたね。で、ここにね、ここは6時から9時までの休みの時間ですね、これも。で、このようにシグナルが出てますね。こんな、こんな具合ですね。ね。こんな具合ですね、これで終わりかな。ね、そうですね。で、でこれで見ていきますね。あ、今日の日付はこうですね。日曜日ですね。分析データが見つかったんで月曜日から使えるかなというやつですね。勝率 100% の方は非常にいいんですよね。こういうのだけ投資していくんですよね。これは勝ちやすいってことですね。3回投資で2回ぐらい勝てるんじゃないかって。ここを17来て、切り替わりから投資するね。1,2,3,4,5 でしょ。という投資法なんですね。いいのは1分足で5分足の5分のバイナリーオプションターボですね。シグナルが来てすぐ次がね、シグナルが来てここのクローズじゃないんですよ。シグナルが来てここで打って1,2,3,4,5 このクローズなんですよ。打ちやすいでしょ。でここで上行ってるんで勝ってますよってことですね。だから打ちやすいわけですよね。こう来るわけですね。これがだから6時から9時の休み、赤はね。だこういう時に荒れたり打てないのに入っちゃうと勝率が全然違ってくるんですよね。まだねライブの試験で小学なんでね、こう打ってきて、ろうそくの飛び越しの判断のシグナルも作ったんだけど、あんまり成績良くないね。ちょっと長いのかな。はい、これね、シグナルってここで打って1,2,3,4,5で判定で勝ってますね。まあ、こんな風にね、1分足で5分のバイナリーオプションの分析してるってことですね。5分足でやってじゃないんですね。次だとやっぱり早すぎちゃって動きがね捉えられないんですよ、細かくね。これが特徴だね。
このようにあるわけですね。これは6時から9時までの休みですね。これは土曜日だったんですね。土曜日の終わりまで、ね、これはね、使えなかったのね。これは今日分析したやつだから。でね、分析データはね、このようにね、こうあるんですよ。今のところこういうだけ 80% 以上で見たら 100% が99にしてるんですけど、表示が3桁になっちゃうね。で、こういう勝率が出てますね。ただ80じゃちょっと勝てないなって感じね。 90% 以上ですね。だけど通過ここ見るとこれしかないので、これは 83%、 これは 81% でしょ。3つあるんだけどね、 80% 以上ね。で、3240ライン中ね、こう10個以上で見てるんですよ。だから10個以上で13個しかないですよ、ね。だからこの設定値をね、調整してね、設定値を調整してこのシグナル通りに打つだけですね。いい時は3つぐらい出てきますね、通過国だから。3つ見て、その3つで通していけばいいですね。で、ライブ講座の MT4 で分析するようにしてます、しました。今いつもデモ講座で言ったんだけどね、ライブで。以上です。